皆さんこんばんは。こんばんは。本日は食後にすぐダイエットしようのお時間がやってまいりました。やっぱり食べ過ぎたらすぐ太っちゃうなんて思ってる方多いと思うんですよ。そんなことはないよと、はい、今日はそれなりにお伝えしたいです。食べたものがですね、グリコーゲンっていうものに分解されていくんですね、うん、でこのグリコーゲンって基本的に肝臓に溜めていくんですけど、うん、肝臓に入りきらなかった分、溢れた分が脂肪に変換されて体脂肪として体に身についていくと。ただこの脂肪に変換されるまでに48時間の時間がかかってくるので、めちゃめちゃ時間かかるじゃん、脂肪に変わるから。そうなんです、そうなんです。ただ食べた直後にすぐ太るっていうことは基本的にはなくって、うん、翌日体重増えたりとか体脂肪率、これが上がっている場合は排泄がうまくいってないわけ。なるほど。ということはその食事を食べてすっごい運動すればすぐ消費できるんじゃない。ただ直後にすぐ運動してしまう、軽めな運動だとこの血糖値の上昇を抑えてくれるんです。おお。ただ激しい運動になるとこの抑えるっていう仕事ができるんですけど、なので上がりっぱなしになっちゃうの、余計太りやすくなっちゃう。そういうことです。激しい運動したら、はい、軽めの運動がいいと、はい、じゃあ軽めの運動ってなんだよっていうね、思ってると思うんで、はい、今から僕がやりますんで、ぜひ一緒にやりましょう。そしたらまずは足をですね、肩幅よりもやや広めぐらいで立ってもらって、両手を外に広げます。腰を時計回りにぐるぐると回していきます。そういう感じです。大きく大きく、これを30秒間やっていきます。はい、よーい、スタート。やっぱりですね、お腹周りを動かしてあげるっていうのが非常に大事になってくるので、最初は少しウォーミングアップのような感じで、はい、ぐるぐると、でん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 みたいじゃない。何でしたっけそれ。UFO。 そう、よくわかったね。すごいね、よくわかったよ。イントロで絶対軽くわかんなかったし、わかりますよ。わかります。もうすぐわかりました。はい、OK です。あと逆回し30秒やっていきます。はい、よーい、スタート。意外とこれだけでも熱いもんだね。そうですね。特にあの食後でこれをやってあげると全身の運動になってくるので、お腹だったりとか胃の方に血液が集まりやすくなってくるので、うん、消化を助けてくれる、そんなような働きもあります。回すだけね、腰を回すと。そうです、そうです。これなるべく手を、はい、こうなんていうの、バランスをあんまり手の高さ変わらないように頑張ってるんですけど、たまにこうなっちゃうの。はい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 、はい、なるべくこう変えないようにね。いいです。腰だけでこう、はい、行きましょうよ。はい、 OK です。はい、そしたら手は広げたままで、今度体を左右にこのようにプロペラのように回していきます。これを1分間やっていきます。はい、よーい、スタート。目が回りやすい方は全然ゆっくりのペースで大丈夫なので、このひねる動きをやってあげることによって大腸の蠕動運動のサポートにもなってきたりとか、腹斜筋の働きが良くなってくるので、物を胃から大腸の方にこう運びやすくなってきてますね。三半規管が弱くて目が回りやすい人はずっと前見てこうやってやるといいかもしれない。あ、確かにそうですね、はい、最近三半規管弱い人がお客さんで新幹線でもいいよって言ってたから。ああ、それは結構ですね。そうだよね、うん、もうそれを聞いてね、さすがにびっくりした。だって電車で酔うとかはよく聞きますけどね。電車で酔う、それ人酔いじゃない、人に酔うことあるじゃん。確かに俺も電車の中の人の匂いが苦手なんだよね。ちょっとあれですもんね、ムシムシしてる季節になってきました、ね、そうだよね。確かに乗り物酔いとかしないの。僕タクシーとかがダメですね、匂い。いや、多分運転手さんですね、それを。ブレーキのグンっていう、なるほどね、あれが苦手ですね。はい、 OK です。はい、手を広げたままで、今度体をですね、右に倒して右膝タッチします。そのまま今度左膝タッチします。はい、この動きを1分間やっていきます。はい、よーい、スタート。今度はですね、ねじる動きとか回す動きをしたんですけど、割とこの横の動きってなかなか取らなかったりするので、はい、今、横行結腸と下行結腸が伸びてます、はい、あ、いい感じですね、はい、そう、縮んでるこの大腸もね、こうグッと伸ばして、ちゃんと通り道を確保してあげると、トイ、はい、流れやすくなっていきます。トイ、ちょっと僕もこれ考えてやってる時に結構声出てましたね。いや、出ますね。やっぱこれあれだから、黙ってやってて気持ち悪くなっちゃう。昔ね、僕空手やってたんですよ。あ、そうなんですか。空手やってて、パンチ打つ時に声出さないと、はい、顔が青くなってくるんだよね。へ、とか、はぁとか言わないと、はいはいはい、気持ち悪くなってくるの。そうなんですか。そう、だからこうちょっと力を入れる時は、はい、ふってこう、息をね、吐くぐらいね。いいんですね。そうなんですよ。一緒に多分今声出しながら、はっ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 
OK です。 OK。 では最後ですね、右足だけもも上げをやっていきます。はい、そう、もう本当にその場でこう上がるとこまで上げてもらって、こう歩くような感じですね。はい、これを30秒やっていきます。はい、よーいスタート。はい、今はこうお腹周りをずっと動かしていたので、これを今度は下半身の方も循環を良くさせていきたいので、股関節から足の筋肉全体的に動かしてあげて、もう上半身下半身ぐるっと循環良くするようにやっていきます。今こうやってやってるじゃん、はい、さっきの動きのせいでめちゃめちゃ肩甲骨のとこが熱いの。ああ、いいですね。そう、これをね、激しい運動じゃないって紹介してるけど、はい、人によっては結構激しい運動って思われるよこれ。はい、OK です。はい、今度逆足いきます。はい、よーいスタート。はい、今日はね、珍しくちょっとこうエクササイズ系な感じですからね。ね、ストレッチとかじゃない。まあね、食べたらすぐこの運動すればいいってことですよね。はい、そうです。限界までこう高く足を上げたりとか、思いっきりひねったりとかで、結構こう運動量が自分で調節できたりするので、うん、直後でなかなか難しかったりするじゃないですか、やるのが。そういう方も48時間以内だったら、エネルギーとして消費していただければ、うん、そう、どん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 なくなっていくので、はい、溢れた分も。はい、OK でーす。OK! 皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。結構食後ってどう？ゆっくりしてるタイプ？僕はゴロゴロしちゃいたいタイプ。これ結構食後ってうろうろするタイプ。リビングをうろうろする。消費したいんですね、それ。多分ね、今日の内容あるじゃないですか、はい、でこれ以上激しくなると激しい運動になっちゃうんで、せめてこのぐらい、あの中から1個でもいいからやっていただければ痩せ体質になりますので、ぜひこれを続けて美しい体型を手に入れてください。そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようにアピアンス TV では、今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々を増えてほしいと思う動画をお届けしても、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。埼玉県の浦和に新たにお店を出店することになりました。ありがとうございます。お近くにお住まいの方はぜひ一度施術を受けに来てみてください。予約は概要欄にホットペッパーの URL を貼っておくので、ぜひそちらからご予約ください。